さあやっていきましょう。ここで終わりだ。前回の続きです。3回戦、愛禅誠っつったらね、白鸚親衛隊の一人、一番強いやつみたいな。シールドを貼ります。丁寧だね、言葉が。さっきのやつと違って。そう、格が違うよ。さっき乱暴だったからな、言葉も含め。おっ、先行取られた。久々に負けたね。グーしか出さんね、俺決めてんだ。グーしか出さないと決めてんだ俺。いい声だ。光文明だね。やるべきことは俺の番だな。さあ、まあとりあえずこれをね、こいつをチャージだ。お前の番だぜ。光文明だけかどうかっていうのが気になる。三色か。あ、水も入ってるな。クリスタル朝来るの。俺の番だな。レモンハンドか。マナを追加するぜ。ターン終了だ。3ターン目ぐらい動いてきそうだな。チャージします。3コスで。あ、お、結構遅いぞ。カードを引くぜ。マギンか。マギンチャージ。そしてアクアハルカス。そうだね、冷たいね。とりあえずまあ最初にね出せたのはでかいな。3ターン目動かないってなかなか遅いぞ。事故ってると思うよ。冷たい。さあここでワンドローできるから、なんとかマリンフラワーとかね。マリンフラワーって2枚入ったんだっけ。2枚入ってる。入れたんだ。そう、ゲットしたからさ。あ、デスウォークか。まあ悪くはない。次来る相手破壊できるっちゃ破壊できるからね。そうね、ブロッカーでドロー。わあ、これね4枚ラウラーギガだっけな。ブロッカーを全部飛ばす系のやつかな。なんだディアノーク。高いな攻撃力が。やるぞ。しかしまあデスモークを破壊するんですが、ブロッカーだ。あ、ブロッカーね。穴を貯めるぜ。戻しちょっと高いもんな。愛禅誠が3回戦目ってことは結構有名キャラが最後まで捕まえてそうだよね。そうだね。誰だろうな。箱をでも早いな。まだ早い。出てくるだよね。一応アタックしとこう。おりゃ毎回これ流れんだな。そう、毎回これは流れちゃう。さあまあなんとか除去できたから。これ進化させられるとだるいから。そうだね。おお、ミストリエス。めんどくさいね、ミストリエス。お、軽いの出てきた。なんだ。ああ、これはあいつか。かっこいいな。もう定番だね、ニコス3000のブロッカー。なるほど。サリエス。いや、そしてラウラギガかな。ラウラギガです。はいはいはい。結構守りを固めようと。ブロッカー軍団なんだね、多分。なるほどね。かわいい。ここで引いてきたのはアクアチャージャーか。アクアチャージャー。このチャージャーな、とりあえず。チャージするぜ。ゴマナか。そうじゃねえ。殴るとき、やっぱリキッドピープルだし、リヴァイアさん出てくると、能力発揮してくれるし。なるほど。まあまあ、ブロッカーが固められても大丈夫っちゃ大丈夫だ。おっ、これかな。まあ、ラウラギガかな。またブロッカーすごいな。固めるんだよね。でも手札もう1だから、これかな。これで0だね、手札。3コス進化かな。あ、なんだ。ああ、これがラウラ、なんだっけ。ああ、なんだっけこれ。進化だね。そうそうそう、ラルバギガ。なるほど。こいつで攻撃です。はい。なるほど。そう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 。初めて新怪獣出てきたな。なんかいいの来ねえかな。パリン。お、アクアガードかー。やるべきこと。おお、来た。来ましたー、マリンフラワーちゃん。これ貯めて。さあ、これでね、手札のアドバンテージ稼いでいくから。からの。これ2個捨て放てるって強いな。3まで残ってるから、もしかしていいカードが来るかもしれない。そうそう、いや3枚引けるからね、うん、ここで、まあ、一気にアクアスナイパーなりなんなり。そうだね、気持ち悪いんだけど。こう何をイメージしてない。いや、アストラリーフでしょ。クラゲ、うん、だから地球から出てきた感があるんだよな。そうだよね、だいぶ気持ち悪いよね。あっあ、早い。メモリー。なるほどね。美しい人生だね。そして限りないよ、これね。美しい人生だ、俺分からんよ。おっさんやん。いやいや、分かるでしょ。メモリーはもう。めっちゃあいつ日焼けしとるよな。ゴリゴリに暗い、黒いから。黒すぎだろっていうね。闇ムーブ。よし、オッケーオッケー。いいね。こいつね、確かにブロッカー、相手のブロッカー飛ばすような能力があったから。なるほどね。4マナ、なんかまあブロッカーだろうな。なんだそうだね、ブロッカーだね。5000のブロッカーだね。ディアノークこれ受けようかな。ラルバギア、まあ相手攻めてるクリーチャー1体しかいないし、これね。すごい。あ、上から地雷みたいな感じだ、こいつ。何落としてんだあれ。地雷だよ。すごいな。画鋲だよ、画鋲落としてない。画鋲。お、キャンディードロップいいね。これ天敵じゃない。向こうからすれば天敵だね。うざいよ。お、アクアチャージだ。じゃあこいつを埋めてボンアサシ。クリスタルメモリーで盾確認しておきましょう。なるほど。クリスタルメモリーすげえな。そんなのテレポーテーション。なるほど、ゼリーワーム引っ張ってくるっていうのも手なんだけど、キングローチラスもいるな。なんかちょっと埋まってそうだな、シールドトリガーだね。これを加えよう。こいつリピートビーブルブロックされたなんだ。そうそうそう、すごいね。この石が確か6000だから。そうだよね。さあこれ光としてはうざいね。水のこのブロックされないっていうの、まあそうだね、並べてもブロッカーを通り抜けちゃうっていう。いやでもあの進化獣だから、ね、進化獣が手札ゼロだから、チャージ終わりだね。テレポーテーション使えばいいのにねえ。攻撃です。はい、跳ね高いかったね。まだものがよくわかんない。まあさあ、なんか来るかな。スパゲとか来てくんねえかな。さあ埋まってその気はする。あ、カオスアームか。カオスアーム強いけどね。ゼリーアームが来れば強い。カードを引くぜ。テレポーテーション強い。俺は使うけどね、容赦ない。僕がそんなに暇に見えるんですか。腹立つやつ多いな。腹立つやつ多いんだよな。なんかさ、遅いと言ってくるよね。腹立つやつなんや。なんやこれ。かっけえやつ。今削っときゃいけない。キングノーチャラスはダブルブレーカーだね。そう、ただすぐにアタックできないから。テレポーテーション使ってくべきだったと思うんだけどな。そうだよね。待ってるのかな。なんかキャンディードロップを紹介します。やっぱクリスタルランサー欲しいな。もうマジ強い。マジ強いよね。さあアタックタイム変えましょう。アストラリー負けた。で、まあ、シールドトリガーが来ると面倒くさいんだけど、ホリースパークとかちょっとね見えてないから嫌なところある。確かにこれはすごいからガチ急ぎちゃうどうおさあお前の番だぞ。これ手札少ないっていうのがもうね、あでも増えたから戻したからテレポーテーション。なるほど。ただ2体出てくるんじゃないかな。何これさっきのやつと同じやつだったけどね。あのブロッカーね、うん、マナブロッカーとこれです4マナ。あ、コーライルか。何戻すんだろう。ブロッカー戻してくんのかな。これです。あ、キャンディードロップ。ああ、なるほど。ちょっとうざい攻撃です。これはブロックしますよ普通に。やらせないぜ。なるほどね。何落としてるの。いやいやガビオすごいな。ドドドドドン。さあ、あなたの番ですよ。これキャンディードロップってんのか。カードを引くぜ。そう地味にうざいね。うざいな。器をチャージだ。チャージ。そんな簡単に進化獣でもまあダブルブレイクだ。あーでもどうなんだろう。ここが怖いところ。どうだ。さあこれで何も出ないこといいの。なんか埋まってっかな。埋まってたらしゃあない、えっていいね。最後どっちかブロッカー犠牲にしないといけないから。そうだね。お。ただこれ次が怖い。ああ、スパロレはめんどくさい。これかな。これかな。アストロリーフかどっちか。これだね。なるほど。結構やるじゃねえか。あいいね。ブロックします。はい、ここはブロックですね。やりますね。次のターンね、コーライルとこれとこれに全部処理されちゃうんだよね。攻撃してこなければだけど。やりますね。ターンエンドだ。これちょっとドローします。これにする。ん？4マナ。こいつか。5コス4500。そうだね。なるほど。この辺攻撃してきて処理しようっていう感じだね。処理されちゃうんだよなこれ。でコーライルも攻撃してくるとこいつに。でラウンバラウルバキガが全部処理すりゃいいのに。アストロリーが何で残してくれてるんだろう。リキッドピープルがねどうざいのかな。ブロックされないのは。俺に終わってくると、うん、よくわかんないな。まあよくわかんないだったらもうちょい整理できるんだけど、シールトリガー俺も踏まねえかな。来い来い来い。アクアチャージャーあたりが美味しい、ね、来い来い来い。おいお来たサイバーブレイン。強い強い。あいつ驚くと目やべえ。白目向いてたんだよ。ここは強いよ。なぜかというとここで多分ヨーラーゼリーワームが来たら強い。来いフィッシュソルジャー。あーまあでもブロッカーめっちゃ固められるわ。そうだね。ああまあまあまあこいつを倒したで今9マナでしょ多分あるのが。殴れるのはこいつとこいつやるな。どうかしました。うるせえ召喚するようるせえな。なんかさ、遅いとせかされるやつだな。どうかしました。金さんどうか。7の一気に4体、すごいね。これ殴るか。なるほど。ブロックしてくるか、するだろうな。うん、次キャンディードロップやられるもんな。あ、ブロックしないね。これね、ブロック弾いてくるやついいんだよね。ああ、これあれ殴ってくる。あっち殴っていくべきだったかもしんないな。あ手に入ってからみたいなのあるかな。お、取った。そうだね、これさあどうする。誠、ブロッカーのやつ出してくんだ。弾くやつ危ね。4コス。なるほど、よしよしよし、これは OK。 別にどういう意味は。あ、アタックタイムだ。アタック、うん、え、もう負けやん。こいつでブロックだ。やったな。こいつが確か弾く能力なんだよ、ブロッカーを。あなたの番です。終わり。勝ちじゃん。あのね、なかったんだろうね、手札に。キャンディードロップ。これがね、バトルズほら。あー、なるほどね。そう、タップしちゃうんだよね、バトルゾーンにある。はい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 。だからこれ出されてたらやばかった。終わりです。キャンディードロップで終わりだ。攻撃だ。ちょっとよくわかんないプレイあったけど、出す楽だね。うん、なんでそれみたいな。あいつがもう一体あったらやばかった。やばかったね。顔がびっくりじゃない。険しいぞ。険しいっていうかびっくりじゃない、みたいな。そんな僕の愛が足りなかったというのか。白王様、どうかお答えください。白王出てくる。ゲイやんこいつ。何や愛が足りなかった。5月29日とか適当やな。日付設定とか。誰で4回戦。4回戦の相手来い。カマン。あ、久次郎だ。誰だ。邪道久次、知らないの。鼻くそ落ちてんだ。何。僕の相手お前なの。イカ様、水分略の戦略。イカ様野郎だこいつ。めんどくさいな。どうせ僕が勝つんだから、やらなくても同じじゃん。うわー、ほじっとるのよこいつ。鼻ね。ということで、今回はまあ3回戦目。アイゼンをね。アイゼン誠ね。アイゼンは愚直な男だから、まっすぐなタイプなの。こいつはマジ変化球だから。なるほど。次の動画はこいつとね。しかも同じ水文明。ということでまた次回にとめましょう。さよなら。バイ。